はい、こんにちは、デコのクレソンです。今日はですね、ちょっと新しいシャンプーの紹介をしたいと思います。こちらがですね、コタというブランドの新しいシャンプーになります。デコでもコタアイケアシャンプーというシャンプーは長年使っているんですけども、それの最高級ラインが今回5月の13日に出るということで紹介したいと思います。こちらですね、コタクチュールという名前の新しいシャンプーでございます。それですね、コタアイケアの場合はですね、5つの番号からなったシャンプーだったんですけども、今回クチュールの方は3種類から構成されています。まずですね、シルキーといってサラサラな仕上がり、コタアイケアだと1番3番の質感と似てるらしいです。第2番目にフランネルという真ん中のラインですね、しっとりした仕上がり感、コタアイケアだと5番とか7番の仕上がりに似てるようです。3番目がですね、ベルベットといってフランネルよりさらにしっとりした仕上がりとなっているようです。これはコタアイケアだと9番と同じような仕上がり。あとですね、コタアイケアにも言えたことなんですけども、こちらのコタのシャンプーはですね、実はオーガニックの成分が7割で、ケミカル成分、まあ、化学的な成分というのが3割のオーガニック系シャンプーとなっているんです。あとですね、特徴的なのはですね、髪にいい成分というのが5つ入っております。その5つのうちの3つが実は植物性というところが割とオーガニック系シャンプーと言われるゆえんなのかなと思います。まず1つ目がですね、植物性コレステロール、あと2つ目植物性セラミド、あと第3に生ケラチンというのが全て植物性になります。そしてですね、4番目5番目というのがとても大切な成分になるんですけども、ここをちょっと詳しく説明していきたいと思います。そして第4番目の大切なエキスというのがフムスエキスというエキスになります。こちらがですね、数億年かけて蓄積された海底の泥から抽出されたエキスということなんです。このエキスがですね、フルボ酸というものを含んでまして、細胞のミネラル循環を促進させる成分を多く含んでいるんです。これどういうことかというと、毛髪と頭皮に要は潤いを与えてくれるんですね。そして健やかに保つために高価な成分が豊富に含まれているのがフムスエキス。あと5つ目、もう一つ最後がですね、これが最も結構注目されているんですけども、こちらがバラ幹細胞エキスというエキスが入っているそうです。幹細胞って何かというとですね、要はですね、細胞っていうのは一つの細胞が2つにこう分裂していくんですけども、通常の場合細胞分裂は同じ細胞になるんですね。なんですけども、幹細胞というのは分裂するとですね、分裂した前と同じ細胞と違う細胞が分かれて異なる2つの細胞が出来上がるというのが幹細胞らしいんですよ。これはですね、髪になる細胞と肌になる細胞というのが分かれるらしいので、まあ普通だとですね、髪になる細胞が2つ分かれるんですけども、肌になる細胞というのが新しく出来上がるので、髪と肌両方が良くなる。なのでこちらのコタクチュールにはそのバラ幹細胞というのが入っていて、細胞を分裂するときにとてもいいらしいんです。最後に匂い、泡立ち、とても気になると思います。こちらですね、匂いがクチュールはアイケアと異なって匂いが全て統一されています。クラッシーブーケというちょっとお花の香りが全体的にするみたいです。特徴的な匂いとしてはイリスというあやめの根や茎から取れた世界で最も高いとされている香料がこちらには
ふんだんに使われているみたいです。泡立ちの方はですね、やっぱりこうきめ細かい泡でしっかりと洗われているんですけども、まあ流す時にちょっとこう泡切れがとても良くて、泡の質感は割とこうもっちりしていまして、頭全体がこう包まれるような本当に幸せなシャンプーの時間を送れるシャンプーかなと思いました。気になる価格なんですけども、こちらシャンプーの方が 300ml で3900円プラス税です。 IK が2500円だったので約 1.5 倍ぐらいの価格設定になるんですけども、まあ最高級ラインということなので、まあ安いもんかなと思います。そしてトリートメントがですね、こちらも 200g で4300円プラス税となります。もちろんですね、レフィール大きいサイズというのも取り揃えています。こちら新発売、コタクチュール5月13日発売でございます。もちろんデコでも取り扱いしてますので、ぜひお求めください。それではもしこのチャンネルがよろしければ、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた。